週のテーマは小さなお店の SNS 選びは店長の居心地で決める。販売促進の質問の中で多いのが SNS は何を使えばいいという質問です。 Facebook、Instagram、Twitter、YouTube、LinkedIn などなどもその他にもたくさんの SNS があります。確かにそれからどれを選ぶかは悩むところだと思いますけれども、多くの人は統計を参考にしようとします。 Facebook のユーザーが増えているとか YouTube がどう、または年齢層ですね。 Facebook は年齢層が意外と高めだぞとか、 Twitter は低めだぞとか、そういうことを参考に、まあ自分のお店はこういうお客さんを獲得したいので何を使えばいいですかねという判断をする人が多いんですけれども、そもそも小さなお店にとっての SNS とは何かということをもう一度考えてみましょう。まあ突き詰めていくと結局はコミュニケーションなんですよね。そうすると、そういう統計から割り出して何を使うというよりは、いくつかまあちょっと使ってみて、店長であるあなたが一番居心地が良かった SNS をメインに使っていく。だってね、店長のあなたがつまんなく使っているんであれば、そこからいいコミュニケーションは広がりません。やはり店長であるあなたが楽しめる SNS 使うのがコツだと思います。